じゃあ指導されてる中で、はい、そのサッカーの もちろんその止める蹴る運ぶっていうことは技術面はもちろんなんですけれども、はい、その人間力を養っていくためのご指導も、はい、もう半分以上そっちかもしれない。 なんでお前偉そうにって言い方は失礼かもしれないけど、いやいやサッカーが少し上手いから何なんだよ、うん、それ違う、うん、やってはいけないことをやっていいことをちゃんと善悪の判断ができて、そして立ち向かっていく勇気みたいな、うん、そういうものなんでお前にはないんだよ、逃げんなよみたいなね、うん、そういうとこ一番大事じゃないですか。大事ですね、はい、そういう部分をもっともっとこう積み上げていって、うん、だからもう高校時代って本当に根っこだと思うんですよね、はい、この根っこ張れっていう、ね、うん、見た目はもうこのぐらいちっちゃい木だけども、はい、今張っとけばな、絶対お前たちは絶対開花するからって言うんで、うん、台風が来てもな、どんなすごい風が来ても絶対、でも根っこが入ってなくて見た目だけこんなでかいやつがあったって、台風が来たらもうすぐ折れちゃう、花も実も咲かないからって、だから根っこだ今っていう話はよくしますけど、なるほど、もうこんなところからこんなところまで行けっつみたいな。それが逆に言ったら指導者としてはそこを指導していくのは大切なことですね。大切ですよね。そうするとどんな学校が来ても絶対折れないっていうか立ち向かっていきますよ、うん、そこ一番大事じゃないですか、はい、立ち向かっていくこう強い意志力みたいな、はい、寮も5億円ぐらいかけて作られたっていう、はい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 、来年度完成します、はい、じゃあそこのそれこそ根っこじゃないですけど土台があって、それで今来年、はい、そのさらなる良い環境を作るということで、そうですね、されるんですね、はい、ちなみにどんな内容なんですか寮は、何人ぐらい泊まれて、はい、寮生120人が全部入れるようなところなんですけど、まあ一部屋に4人になっちゃうんですけども、はい、ちゃんと自分の部屋がある、もう組み立ての2段ベッドのもうでかいやつですよね、はい、で下が勉強机があって、はい、こうやるような感じなんですよ、はい、で上に、まあ、壁があって、まあ、そこで自分の、まあ、プライバシーは侵害されるんですけど、結構ね今時4人部屋はないでしょうっていう感じだったんですけど、はい、見に行って、あ、これだったらいいね、へ、うん、しっかりしてますね。あ、うん、お食事の方は、食事は食事はもう学校の、今も学食でやってるんで、学校がすぐ近くなんでそこに行くんですけど、うん、その食育というか、そういう食事のことについては、うん、食べ方というかバランスとか、それはもう個人個人で任せてるんですか。そうなんですよね、バイキングなんで、あ、朝も夜も野菜がバーンと、野菜の種類がいっぱいあって、で結構悪くはないと思うんですけど、うん、でまあホテルなんか行くとほらカレーがいつも用意してるじゃないですか、はいはい、それを食べるも食べないカレーとか必ずあるんですよね、で野菜もこうあって、でメインが1、2、3、4つぐらいあって、それを自分で選んで、結構そんな悪くはないと思う。すごいですね、はい、いや今その部活動、学校でサッカー部専用ですか。サッカー部専用の寮ですか。そうです、はい、すごいですね、はい、でちなみに寮からグラウンドまでは結構遠いんですか。そうですね、もうそこの裏側にできるんですけど、あ、学校の裏なんですね、はい、寮は。だから、まあ、いいですね、自転車で、グラウンドの方は自転車で10分ぐらいかかりますね。あ、でも近いですね、はい、すごい、すごい育成とか、もう学校も近くあって、寮あって、練習場も近くて、もう最高ですね。ですね、はい、でちなみに、前橋育英に来てもらいたい選手ってどういう選手ですか。いや、いい選手だった。いい選手だった。なんか、多分前育は僕の周りの子供たちなんかも行きたいっていう子もやっぱりいるんですよね。はい、そのあたり、どういう子がに来てもらいたいなとか。で、やっぱり基本は前橋育英高校を選んでくれる子が一番いいですよね。前橋育英のサッカー部で頑張りたいっていう気持ちがある子が一番だと、うん、はい、それがなくて、いや、なんとなく来ましたっていうんじゃ多分伸びるも伸びないんでしょうね、うん、そういう意思がないとダメですよ。わかりました、はい、
最後になんですけれども、はい、前橋育英高校というよりもその山田康介監督の今後の、まあ、生き方というか目標といいますか、はい、どうしていきたいとか、はい、それを教えていただけませんか。だからもう自分自身でうちの女房なんかも言ってますけども、あんたサッカー取ったら多分もう何もできないんだからって言ってますんで、まあ、とにかくいろんな形でサッカーをに関連関係し合って、行きたいと思います。だからそれがどういうカテゴリーになるのか分かりませんけども、まあ、ずっとサッカーと共に生きていきたいと思います。あ、はい、分かりました、はい、すいません本当に今日は長い時間、はい、ありがとうございました、はい、また今後ともよろしくお願いします、はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします、はい。